これ3ステージいきまーす。初めて3話。なんか後ろにこう、なんだこれ、アンコールワットみたいなのがありますね。あれ、3面どこに火つけんのこれ、ここか。はい。はい、不老者に金を与えて。まずじゃあステージ。まずやることっていうのは、まずステージちょっと見るとこですね。なんだこれ。これは、何かわかんないけど、もうとりあえず投資しときます。はい。これ何の像だろうな。ちょっと、まあなんかのバフなんだよね、多分。なんだろうこれ。分かった分かった。多分これ大工のバフですわ。なんかやっとこう。何これ何これ。うえ、何これ。ちょっと乗り換えちゃったよ。軍馬か。はいはい。発送時に周囲の味方を一定時間無敵にする。へえ、悲しい。うさぎを殺そうと。あの、やめてください。あの、撃ちたくて撃ってるわけじゃないんで。ね、撃ちたくない、撃たせないでという言葉がガンダムにあるじゃないですか。私今非常にあの、それを感じてる部分なんですけど。ああ、大丈夫大丈夫。でも全然大丈夫で。よい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 。あ、敵、お、敵めっちゃ多いけど弓兵も多いから大丈夫大丈夫。よい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 よ、いけるいけるいける。よしよし、いいね。敵、お、あ、余裕だったわ。ほら見て、こいつら。この集団ウサギ狩りたい。ちょ。何これ、やばくない？おい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 。まあこの島大丈夫かなと思う。はい。4つ目行こう。4つ目確かに工業行けそう。工業行けそうやんな。4行こう。よし、行きます。このレンガ、あ、何これ。いきなりしょっぱな、ちょっと鹿殺すのやめてくれない？なんか、かわいそうになるからほんと。鹿即殺みたいになってるよ。もう限界集落とか言われてる。はい、ダイヤ3つ投資しました。何これ。あ、何、雲、キモ。ああ、乗り物これ。ほら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 、乗れないもん、どうせ。いつ季節変わる。ちょ、もうやばい。ちょ待って、どうしようどうしようこれ。ちょ待って。どうしよう。やだやだやだ。クマやってくんないかな。ちょ、マジ。ちょ待ってや、もうマジ。うっそ。終わった。終わった。積んだ。ちょ、イノシシおるやん。なん、終わった。積んだ。マジで突然死にました。ごめんなさい。何これ。あ、見て、皆さん、ちょ、皆さん見てください、これ。ちょ、皆さん、どうですかこれ。なんかステージ1に戻された。1日目これだよ。ほら見て、なんかやっぱ1面帰ってきたけどさ、なんか文化が衰退してんの分かる？これね、あの島は無色で溢れ返ってて、うん、こいつら見て、ほら、また生き生きとしやがってよ、ほんまに。冬が過ぎた途端に、こう、ウサギ狩りまくってんだよ。鹿連れてきたよ、鹿。いいよ、鹿。鹿連れてきたよ。鹿ちょっとかわいそう。かわいそう。なんて胸クソ要素なんだ、これ。ひどい。理論上は無限に金策。なんで、お前、早い。嘘、なんで、ちょっと待って。なんで、なんで敵いんの。乗り換えです。じゃあ、しっかりありがとう。やば、クマでしょ。見て、皆さん、クマになりました。ひどいゲームだこれ。あ、ほら、スタミナないもん。死ね。ほら見た、やれたな。意外とやれんなこれ。こんですけど、見てください。うわ、え、なにこれ。もうここまでで10枚ぶっ込んで5いきまー。はい。おお、な、見て、あらあらあら、なんかおしゃれ、かわいいわ。しだれ桜。おい、ダイヤいるやん。ねえじゃんかよ。おお、馬じゃん。
結構唐突に来たなこいつ。やっぱユニコーンやったわ。ユニコーンこれ強いんかな。でもユニコーン、おっさん来た。はい、おっさん乗っけて帰ろう。はい、こいつら帰れないの自分のとこ。やるか。おら死ね。ええ G 待て、 G 待て、ちょ G、 ちょ、え、なに、ちょ、待って、え、G、 あ、G 持ってかれた。 G が G 吸い込まれていったよ。あーやらかしたよ。 G 何のためにないやつ買ったんだほんまに、すいません。赤い、壁、もろい壁。おい、ちょ、マジ頼むって。ちょ、マジなんでやねん、なんでそうなん。おい、ちょ、ババ、ちょ、待って、ババ、いや、ババ、助かった、よし、ちょ、早く撃て撃て、よし、危ねえ、危ねえ、こいつら。あっぶな。開けたっぽい。なんか、イノシシいるやん、これ、何、イノシシ、これ、かわいい。これ、イノシシでしょ。これ、なんかないんかな。うわ、びっくりした、何こいつ、ちょ待って、何あいつ、やば、ちょ、やばい、帰ろう、やばい、ごめんなさい、ちょっと今、死にかけて今、クマよりイノシシの方が強いこのゲーム。大工、あそこまで、めっちゃ眩しいこれ、この木超眩しい。何これ、ライトアップでもしてんのかな。すごい、大阪城のライトアップみたい、超眩しいよ。なんかある、別に何もないな多分これ、ただのバグでしょ。潰せ、ワイもここで見守っとこう。メイン盾がやっぱ一番前にいて、お金をちょっと渡しとこう。これで車でも買ってください。メイン盾のお金渡しとく。メイン盾金吸うなこいつ。いいね。あ、メイン盾守った。見て、メイン盾敵の攻撃から身を守りました。あ、モグさんありがとうございます。モグさん、ちょ、金ないんだけど。おお、やったやった。ちょっとこっち不安、すっげー不安。ここめっちゃ不安。今でもこれ、今工事申請出したらその方が問題なんだよ、むしろ。今工事の申請は出せない。もうなんか大きいの来た。ちょ、何こいつ。え、ちょ、何、あ、死んだ。すいませんでした、ごめんなさい。ついに新種の敵が来てしまいました、ごめんなさい。あなたは王ではない、王冠がなければ女王ではない。はい、なんとこの方女王だったみたいです。女の子だったんか。若干不安だった正直言うと。でまたステージ1に帰る。見てください、このステージ1のあの納付の数を。皆さん見てください、うおー、これ何これ。あ、この、あ、はい、え、爆弾ついてくんの。しかもこれあ、入っていった。え、何これ。ちょっと待って、入った。え、何これ、ちょっと待ってね、みんな。あ、敵の巣じゃん。え、何これ、メイン盾に金を払いまくる。こういうこと、これ金いるわ、このゲーム。メイン立て頑張れ。お、やった。一つでクリアした。え、ちょ、むずくない？これ、ボスじゃねえやん。これ、まだいるやん。ちょ、メイン立てにお金払っときたいな。これ、意外とキモいな、このゲーム。いけ！メイン立て強い、メイン立て。いいね。ちょ、こういうゲームなんか、これ意外とキモいぞ、怖いぞ。ここメインタッチに金を払い続ける。なんかよくわからん弓兵もいるしね。スッてこうなんだ。メインタッチ、メインタッチいる、いるいる、メインタッチ、メインタッチ、金だ、金渡す、金、メインタッチ、メインタッチ、金あげる。金ないよもう。ここ端っこじゃん、
メイン盾頑張れ。私メイン盾に金を払いまくる。おメイン盾、メイン盾、爆弾ね、使う金がない。爆弾たぎってるけど、ちょ帰ろう帰ろう帰ろう、一回帰ろう、みんな帰ろう、みんな早く帰ってきてくれ、みんなみんな帰ろう、帰れみんな、早く早く一時撤退。メイン盾に給料払っとこう。よし、メイン盾給料払う、働け、いいぞお前ら、ここにいてわいはこいつらに給料払う、お金を払う。お、あやった、ちょ、お前やれよ。え、こいつどうすんの、こいつ、こいつ何、でもこれ倒したやん、見て、え、あ死んだ、これ何、ここ、これちょっと作っていい、これやりました、やった、これ作っちゃおう、これワームホールじゃん、作ろう。でもここまで来る、え、これ何、これ、これ作っていい、これ、おおおお、わ、あら、なんかできたわ、行っちゃえ、ごめんなさい、これがいるみたい、あ、行った行った、いや行った行った、あ、行けた行けた、あ、入る入る、あ、もう行くやん、ありがとう、ゲンガーさんありがとう、よろしくお願いします。ちょ、なんかいきなりなんかこう睡眠に適さない音楽鳴るやつやめてください、ほんと、行け、やれ、やるぞお前ら、行け行け行け、殺せ、ちょ、いきなり、ちょ、いきなりなんかあのゲーム買うのやめてください、いきなりなんかゲームの音が、ちょ、うるさいうるさい、今食い気味にやってる、今食い気味に、爆弾起爆できる、爆弾いけ、うわ、あ、あ、あ、逃げてる逃げてる、ちょ待って、ちょ待って、ちょ大丈夫これ、ちょ何、お前何仕事した気になって、帰れ帰れ、ちょ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 、帰れ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 、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、なにのんきにしてんのお前、ちょちょ、あ、やった、君主が王国を平定した、あ、やった、やった、あ、爆弾ってもう置いて逃げるだけなんだこれ、ちょ、カオスすぎた、すみません、あら、あ、やったやった、皆さんありがとうございます。ちょっと最後非常にこうセンシティブなゲームに、あの耳が潰れるかと思いましたけど、なんとかすごいキモいのが出たけど、なんとかクリアできましたね。21、雇ったやり使い、なんでこれやりってカタカナなんだよ、ちょっとやらしいな、なんか、あ、こんなもんか、もっといると思ったけど、一緒に戦った兵隊たちが、あの、え、王冠がなければ女王ではないとか言われたけど、え、どういうこと、どういうこと、ん、え、平定したんじゃねえの、え、今ね、3つ目の島の敵が湧いてくる巣を潰したんですけど、巣を潰したのと同時に私が相打ちになってしまった、あの巣に爆弾を置いてそのまますぐ逃げたら多分良かったんだろうけど、なんか私がその辺あんまり分かってなくて逃げきれなくて相打ちになって、はい、死にました。三代目イカポはここの右の絵見てください、はい、初代イカポはまず敵に普通にやられました、これ一番下のやつね、一番下ので、その上二代目イカッパはなんか新しく出てきたあの新種の敵にやられました、うん、で三代目イカッパは日数31、これ見てください、あの爆弾の絵描いてるでしょ、なんか爆発ね、あの敵の本拠地になんか核爆弾みたいの仕掛けて敵の陣地はそれで潰したけど、その爆発に自分も巻き込まれてこう死んだという、で今四代目の王になりましたね。